続いて2球団目行っていきましょう。2球団目、阪神でございます。阪神の選手一覧こちらでございます。こちらはまず先発1人目から行っていきましょう。先発1人目、秋山選手でございます。コントロール対ピイインチ持ちで、ツーシームフォーク、スラカットのね、王道な攻めができて、ナックルカーブも持ち合わせている正統派のピッチャーでございます。 基本はね、ツーシームフォーク、スライダー、カットボールで攻めて、まあ、そのナックルカーブをね、キワキワにボール玉として外したりだとか、まあ、はたまたね、外甘めにね、ナックルカーブを入れたりなどして、まあ、そのフライを打たせたりなど、そういったね、配球がおすすめではございます。こちらも、まあ、その、さっき言ったように正当派のピッチャーでございますので、配球を極めてほしいところではございます。 先発タ人目2019シリーズ2覚醒、そして最新シリーズの岩佐選手でございます。2019シリーズ2覚醒のものは2シーム C なんですけれども、まあその最新シリーズと比べてチェンジアップとタイピンチがない岩佐選手でございます。比べて最新シリーズの岩佐選手は2シームは D なんですけれども、チェンジアップとタイピンチがある点が2019シリーズ2と違っていいところではございます。 まあその5、6球種に加えて通信シーム方向を持っているピッチャーでございまして、スラーブ、カーブの、ね、組み合わせで、ね、意外とタイミングを外すことができる上に、まあ、その最新シリーズのものはイピンチを持ち合わせている点が非常に強いかなというふうに思います。 スラーブを投げた後に投球間隔を速くしてカーブをね、視点を揃えて投げることでカウントを稼げたりだとかまたね、そのフライを打たせられると思いますのでその組み合わせをね、いろんなところに使っていくのがね、おすすめの配球ではございますスラーブ、カーブっていうのは打者目線左に変化していくので、まあ、左に変化する系をね、そういった感じで見せる中でもその逆方向の打者目線右に変化するその通信もね、ボール球でもいいので間に挟むと非常に効果的かなと思います先発3人目、西選手でございます 7球種持ちかつコントロールを持っている非常にね、投球幅の広いピッチャーとなってきます。高速スラカットのね、攻めを左右関係なくアウトロー、インロー、そしてインハイとね、いろんなところにね、やりながら、まあその左アウトコース真ん中、右インコース真ん中にね、サークルチェンジをね、挟んで投げていったりするのがね、おすすめの配球ではございます。 まあただ、その本当に投球幅が広いピッチャーでございますので、この配球だけに限らず、いろんな球種をね、いろんなところにね、使っていってほしいかなと思います。これこそ、ま、その配球基本編のね、一番最初の動画で話した二等辺三角形がね、重要になってくるピッチャーではないかなというふうに思っております。先発4人目、2020シリーズ1タイムスリップの脳み選手でございます。5球種持ちで、通信フォークにコントロールを持っている非常に強いピッチャーなんじゃないかなと思っております。 ツーシームは F のため、ミスダマ程度に使うのが最適かなというふうに思うんですけれども、まあ、その反面ね、スライダーの変化量が5、フォークの変化量が4あるため、左のインロー、右のアウトローを通りにね、まあ、スライダーでカウントを取って、ツーシームと合わせてフォークをね、高めにボールダマとしてね、使うなどしてフラスる配球が個人的にはおすすめでございます。まあ、コントロール発動時はカーブとかをね、キュアキュアに決めていくのもね、面白いと思いますので、それもね、使っていってほしいかなというふうに思います。 最後、先発5人目、2020シリーズ1タイムスリップの辻並選手でございます。6級初持ちかつ、マッスらツーシームフォークのね、組み合わせが非常にね、強いピッチャーになってくると思います。おすすめの配球としては、対右はね、外横にストレートを外して、その後に通信シームで外下に外していく配球。 対左はアウトコース高めにストレートで外して、その後にね、通ーシームで角度をつけて、外下に外していくのがいいかなというふうに思います。また、シンプルにストレート通ーシームをね、インコースに投げて、そこと視点を合わせてカットボールというね、単純な配球も、あのー、非常に球威が高いピッチャーでございますので、おすすめではございます。先発追加で紹介したい選手、3選手ございます。まず1人目2018シリーズ 2OB の小林茂選手。2人目2019シリーズ1の岩田選手。 3人目が最新シリーズの青柳選手でございます。こちらもうね、時間の環場上割愛させていただきます。中継ぎ移っていきます。中継ぎ1人目2020シリーズ1の藤川選手でございます。 ツーシーム D のスプリットを持ちで、カーブがね、変化量4と意外と曲がるのに対して、スライダーが1のために、ね、右のインコース、左のアウトコースにね、カーブでカウントを取って、そこと視点を合わせてスライダーをボール球として投げるなどね、そこの2球種でそのボールとストライクを投げ分けるのも意外といいんじゃないかなというふうに思っております。あとは単純にツーシームスプリットでね、あのー、単純に攻めていくのがいいと思います。中継ぎ2人目、前のシリーズの久保田選手でございます。3球種しかないのは正直厳しい部分があるんですけれども、縦カットフォークに加えて 超大ピンチ時はその真ん中低めに甘めの縦カットをね投げた後に少し視点を下にずらしてフォークを、ね、ボール球にする配球がおすすめではございます使い方としてはその則本選手と同じようなイメージですので、まあ、その則本選手の、ね、不適中継ぎ不適正の動画を見てほしいかなというふうに思います中継ぎ3人目今年のタイムスリップの福原選手でございます 五球種持ちで超体ピンチ、キレを持ち合わせているピッチャーでございます。まあ、スラカットとフォークボールをね、主体としてね、投げていくピッチャーにはなってくると思うんですけれども、おすすめの配球としては、まあ、スローカーブがね、超体ピンチ時ね、結構曲がるので、右の一番右上のね、振り切ったところから投げるとね、いい感じのところに行ってくるので、それもおすすめではございます。インコースだけじゃなくて、そのアウトコースにボールからストライクになり、またボールになるようにね、高めにね、スローカーブを使っていくのもいいんじゃないかなというふうに思います。まあ、画像で挟むとこんな感じですね。 はい。それでは次行っていきましょう。中継ぎ4人目2018シリーズ2のウィリアムス選手でございます。スライダーが変化量7のマックスで、サークルチェンジが2の超大ピンチを持ち合わせている、まあ、非常に、ね、癖の強いピッチャーでございます。まあ、スライダーを投げる位置としてはシンプルに、ね、左のアウトローというところは強いかなと思います。対右相手に投げるときは、そのもはやど真ん中に投げたりだとか、外に、ね、高さで外す使い方がね、有効なんじゃないかなというふうに思います。 誰しもがこの変化量などのスライダーを意識すると思いますので、ストレートご利用しをしつつ、それと投球感覚を合わせて、ボール球のサークルチェンジをねそあの、対右の場合は外に逃がしていったりとか、対左の場合はそのインコースに外していって、振らせるのもありなんじゃないかなと思います。 東条選手でスライダーストレートサークルチェンジ芝居でね、やってほしい方がいたら、えー、コメント欄等で教えていただけるとショート動画でね、載せたり、えー、していこうかなというふうに思います、まあ。ストレートは動いちゃうとは思うんですけれども、あの、そこの3球種だけでやっていくとウィリアム選手の逆バージョンなのでね、あの、非常に参考になるかなというふうに思います。中継ぎ追加でね、二人ご紹介させていただくと、2018シリーズ2の桑原選手、そして今年のシリーズのガンケル選手でございます。 最後、をさえ紹介していきます。今年のシリーズはスワレス選手でございます。5球種持ちで、ツーシームがね、今年から横変化に変わったスワレス選手ですね。前のシリーズの方が強いんじゃないかっていう意見ももちろんあると思うんですけれども、前のシリーズはね、下方向が2種あっても、縦スラフォークのため、まあ、その変化量にね、違いを生ませられない点。休出、休息がね、今年の方が断然いい上に、今年からね、スプリットになっておりまして、まあ、スプリット、縦スラでね、変化量に違いを持たせられる点を踏まえて、今年を選出しております。 おすすめの使い方としては、横のツーシームを左右関わらず、インハイに投げる配球でございます。右の中途半端な高さのインハイに投げて横に外すようにボールにしたりだとか、まあ、左のね、インハイ高めに上に外すようにボールにしたりだとか、まあ、対左に置いて、その、さっき、今、対右で言ったように、その中途半端な高さの高めに投げて横に外れるようにボールにしたりだとかね、えー、そういう配球がね、いいんじゃないかなと思います。 それに加えて、外のサークルチェンジとスプリット縦スラのね、ご利用しが一番いいんじゃないかなと思います。まあ、納金的な配球ではあるんですけれどもね、おそらくこれが、えー、このスターレス選手にとっては一番効く、えー、配球ではないかなと思います。最後に、半身重声全体の総括を言わせていただきますと、正直ね、このスタメン陣以外のスタメンはね、本当に厳しいところではございます。 なんですけれども、一つアドバイスをさせていただきますと、青柳選手をね、たまにうまく使ってる方がいらっしゃいますので、そこら辺をね、使いこなせるようになって、中継ぎ適性のある農見選手、岩貞選手あたりを、 中継ぎに回して、その持ってない人が多いであろう、ウィリアムス選手あたりのね、穴を埋めることができればね、えー、非常にいいんじゃないかなというふうに思います。そっちの方がね、中継ぎの追加紹介でご紹介したガンケレ選手とかよりかはね、機能するかなというふうに思いますのでね、青柳選手を持っている方はそちらを極めて、その美選手や岩沢選手をね、中継ぎに回すというのがね、いいかなというふうに思います。